清塚信也がパーソナリティでお送りしております。清塚信也 X タイムラジオ。ここからは明治チョコレート効果とコラボしたコーナー、チョコレートコネクト、チョココネです。チョコレートとともに心も体も豊かなひとときを送れますように、リスナーの皆様と私と音楽とコネクトいたします。9月のテーマ、ウキウキした話ということで、皆様ウキウキしてますかね。ちょっと温度が下がってきて、まだまだね、暑い日もあると思うんですけど、ウキウキするっていう方もねいるかもしれないし、秋が来る時ってねちょっとウキウキするよね、なんかね。さあ読んでいこう。ラジオネーム玄友さん。玄友どっちだろうね、カタカナだよ。玄友さん、あんまりない組み合わせだな、玄友。兵庫県の方。僕は J-POP が好きなんですが、いいですね、新曲を聴いてて次このコードが来たら上がるよなって予想している時が一番ウキウキします。天才がお便りをよこしましたねそんな行動進行で曲を聴いていらっしゃるんですか。すごいね、音楽をやってらっしゃるんでしょうね。はたまたプロの方かな。でも J-POP が好きなんですなんてプロの方言わないだろうな。相当耳が発達してらっしゃる。コードというのは和音のことです。これドミソの和音、これ C メジャーと言いますね。でミの音が半音下がると C マイナーですね。まあ一般的には、メジャーが、明るい、マイナーが、暗い、悲しいみたいなね、そういう感じになってますけども、すべてのね和音、メロディーには、和音がついていて、まあこれは例えるならカラーかな、色かな、メロディーがこうデッサン形、これは花ですって言ったらね、その花が何色なのかを決定するのがコード、和音って感じ。例えばドレミって言った時に、これが、夏のはつらつとしたひまわりのような、和音だとしたらやっぱり C メジャーで、まっすぐね、元気よくいきますね。C メジャーの中にも例えばこれにドミソにレが入ったりするっていうコードもあって、違いはこれが普通のねC メジャー、次がレが入る、ちょっとぐじゃっとはなるけど、配置によっては例えばこういう音になりますね。これレが入らないとなんかこう正統派って感じだから、ドレミの中でこういくか、例えばもっとはつらついくならさっきのレを入れてズバってなんかがね光ったような、照らされたみたいなね感じ。なんでね、すごい日差しのもとに、ひまわりが咲いたみたいな時はこのちょっと隠し味でレを入れたりしてやったりね。まあはたまた、A マイナーっていうのを使う、マイナーコードを使えばね、悲しい、まあ、これがコードなんですけど、コードの深いところは進行ってのがあって、次に何を使うか、前が何だったかってことと一緒ですけどね、このさっき言ったように C メジャー単体で考えるんじゃなくて C メジャーの次に何が来るか、なんで同じドレミでも次にマイナーをやればほろっと来る感じね。メジャーメジャーでいけば次に F メジャーを使えばね、ちょっとこう勇敢な感じになったりね、次の和音との関わりっていうねニュアンスも出てくるっていうね、まあこのコード進行っていうんですけどもね、これを聞いてらっしゃるんですね。次のコード何かなってね、いわゆるいろんな選択肢があるわけです。さっきみたいに C メジャー鳴らしたら次は F 行くのか G 行くのか A マイナー行くのか E マイナー行くのかね、こうやっていって、だいたいこう今3つのコード使ったんだけど、
ここまで来たら次はこれが来るってなんとなく予想ができるんだよね。なんでかって言ったらベース進行が一個ずつ下がってるから、順番に下がったら次も順番に下がって次もね、なんか規則性みたいのができてくるから、まあ、言葉と一緒でこういう風に言ったら次は動詞が来るな名詞が来るなっていうのをなんとなく分かるね、感じがあるんですね。だからそれを裏切られる時が、そういう爽快だウキウキするっていうね、ことなんですね。続き読みますね。コード進行の読みが当たるとめっちゃ嬉しいし、そうそうやっぱこの進行コード進行気持ちいいって思う時が最高です。あ、だから読みが当たるとだね、私はね読みが当たらない時がウキウキするんだよね、だからこのじゃなくてとかね、あ、こっち来たんだみたいな、やられたってなる時ね、例えばこうやってやると人間って学習するからミーがファーになったらファーはソになると思うんだよね、順番で。それがとかね、こうなるとね、これを予想してたのに、ここまで来たらこういくと思うでしょ、こっちもある、ね、意外性みたいな、こういう時におっ来たなーってね、ですごい高度をね、将棋じゃないけど、決まったね規則性なんだけどそれ使うかみたいな、癖とかねあるんですよみんなね。だからこの次元でっていうとちょっとなんか上からっぽいからやだね、なんかこの考え方というかね、こういう周波数で音楽が聴けるとすごいね暗号のやり取りをしてるみたいで、まさにコードって感じなんだよね。すごい洒落た言葉だね、このコード進行ってね。で、なんですけど逆にそういうのがこうマトリックスみたいに見えすぎちゃって、普通の人のようにもう曲を聴けなくなってしまった、かわいそうな人々が私たちです。なんでね、もうね、こういうのがブワーって情報で入ってくるんですよ。一回音楽を流されるとね。でなんで昔あったじゃん、その今もあるのかな、ニコニコ動画、画面にグワーって流れてくるでしょ、字があれみたいな感じでグワーって音楽と一緒にこう来るんです。だからすごいね、邪魔になることもあるね、もっと普通に聞きたいって思う時もある。だからあんまり、気晴らしに音楽を、かけたりとかしちゃうと逆に疲れちゃうみたいなね、そういうこともあります。さあということでね、超インテリの玄優さんからのお便りでした。ありがとうございました。玄優さんには明治チョコレート効果をお送りいたします。番組では引き続きメッセージ募集しております。9月のテーマはウキウキした話、皆様のウキウキエピソードを添えてお送りください。それではここで動画配信限定のキーワードプレゼントです。明治チョコレート効果5個セットを毎月5名様にお送りいたします。9月のキーワードはスキップ、ね、ウキウキとねかけてスキップですね、スキップと送ってきてください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。清塚信也 X タイムラジオ。ここで明治から耳寄りなお知らせです。健康を考えるあなたに高カカオチョコレート市場売上ナンバーワン、明治チョコレート効果のご紹介です。今たくさんの音を鳴らしました。明治チョコレート効果にはカカオポリフェノールがこのピアノの音色のように非常に多く入っております。カカオ 86% の場合 100g あたりで言うと、あのポリフェノールの代名詞赤ワインのなんと約16倍。さすがチョコレート効果。
カカオポリフェノールは体に留めておけない成分なので、ちょこちょこ取るのがおすすめです。美と健康を考えるあなたへ、明治チョコレート効果、ぜひお近くの取扱いスーパー、コンビニでお買い求めください。